皆さんこんにちは、かほなんです。今日は長崎県対馬市に来ております。対馬の真ん中の辺に城山っていうお山がありまして、そこに登っていきます。で、金田城というお城の跡もあるそうなので、それも見つつ絶景ポイントを目指しつつという感じで、昨日は海だったんですけど、今日はお山を楽しんでいきます。行ってきます。結構登山道広くて登りやすいです。西暦600年頃に金田城っていうのがあって、その後またその砲台とかを使うようになって、その時に馬車道を作ったらしくって、で、ここ今歩いてるのは馬車道みたいです。まあ、馬が通れるようになだらかだったり、あんまりこうカーブがないように作られているみたいです。絶対この先景色いいから。まだ見ない、まだ見ないまだ見ない、絶対景色いいからまだ見ない。せーの、じゃん。うわーすごー、めっちゃ綺麗。これは山頂への期待が高まる。じゃあまた山道入ってきます。金田城壁石垣。掘っ立て柱、建物跡。めちゃくちゃ爽やかで気持ちいい風が入ってきます。はあ、涼しい。道も歩きやすいです。おなんか出てきました、歴史的建造物が。見てください、入り口残ってます。しっかり残ってる。あ、ここだ。着きました、金田城跡。おお、ここか。山頂あっちっぽいんですけど、まだ見ない、まだ見ない。こっちの金田城見てきます。なんかここに穴ぼこと、あそこにもなんかあるので、この下行けるのかな。ちょっと行ってみます。わー、すごい。コウモリじゃね、あれ。コウモリさんいらっしゃるけど、さっきのとこですね。ごめんね、お家お邪魔しました。失礼します。無人かと思ったら哺乳類いました。失礼失礼。山頂。あとちょっとだ。行きますか。
たかも、着いたかも。すごい、着きました、山頂。城山山頂です。じゃん、すごい景色。私がテレビで行った無人島、あそこですね。あの大きいのと、あとちっちゃいのといるあの無人島に行きました。やっぱ湾だから波もないし穏やかですね。そして海が綺麗。あとあっちに見える、ちょっと今ちらっとだけ見えるんですけど、白岳っていうお山があって、そこにも登りました。だからあの無人島から白滝が見えたんですよね。いやー、めっちゃ気持ちいい、はあ、すごいな。私は山ご飯はこちら、対馬名物かす巻きをいただきます。その名の通り、あんこにカステラ巻いてあってかす巻きって言うんですけど、美味しそう。いただきます。うん、甘うまい。カステラのこの卵の感じとあんこの甘さが良い。あったかいお茶か牛乳と食べたらもう最高だと思う。ごちそうさまでした。では名残惜しいですが下山します。安全に下山します。はい、登山口帰ってきました。本当に対馬市、景色も綺麗で自然豊かでめちゃくちゃいいところです。今回はその夕方のお仕事終わったらもう帰ってしまうので、今、まあ、約1週間ぐらい滞在してるんですけど、まだまだ見れてないとこいっぱいあるのでまた来たいと思います。では今回の動画以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなんでした。バイバイ。